まずは立ち上がりの瀧中、今シーズンは7勝で今日のマウンドを迎えました。9月も絶好調、対イーグルス戦も0点台という防御率。1球でワンアウト、磯形を打ち取ります。そして西川、抜いたボールで三振。その後ランナー出しましたが、近藤レフトフライ、1回無失点の立ち上がりを見せました。一方の2桁実証がかかるというルーキーの伊藤、その立ち上がり、いきなりこの打球で山崎セカンドを伺います。2塁まで行きました。ノーアウトランナーセカンド。そして今日は2番の岡島、バットヒット、一塁方向、これが一塁はセーフになります。ノーアウトランナー三塁一塁、先制のチャンスで3番の浅村、昨日は4試合ぶりのヒット2安打を放ってますが、追い込まれたドライトへの先制の犠牲フライ、山崎が先制のホームに帰ってきました。イーグルス1点先行。2回です。この回もランナーが出ます。今日スタメン2試合ぶりのスタメン渡辺義明、ランナースタートを切って初球エンドラン成功。ここも三塁一塁、今日はベンチが積極的に動きました。そして8番のオコエ、昨日は先制打、今日もタイムリーヒット、2試合連続でタイムリーヒットを放ちます。オコエ2点目。今度はバントのシーンかと思いましたが、バスターに行った杉谷、意表をついたこのプレー、満塁。その後フルベース、1番の山崎剛、伊藤からセンターに返します。2者生還、2点タイムリーヒット、4対0と変わります。1回に1点、2回に3点、大きな援護点、滝中。そして5イニング目、1つ勝ち投手の権利がかかるという5回の投球です。ランナー出して石川、この打球渡辺義明、ジャンプしてボールを候補。1番の磯畑、サードゴロ、ダブルプレーは取れませんでした。ランナー残って西川、レフトフライ、5回無失点、勝ち投手の権利を得ます。終盤の7回、高浜出て佐藤、このバッティングを見せます。つなぐバッティングはライトへのヒット。ここで石井監督が出ます。7回途中で降板の先発の滝中、2人目は安楽登場、ワンアウトランナーが三塁一塁。ここでファイターズは代打の浅間、高めのボールバットが回りました。三振でツーアウト。そして磯畑、二塁打球ショート山崎、ショートゴロ、後続を立ちました安楽。その裏、上原が上がります。ファイターズランナーは三塁一塁、ツーアウトで途中出場辰巳、追い込まれた後まっすぐ系統センター返し、タイムリーヒットを放ちます。これで欲しかった追加得点、5点目、5対0。8回です。ここ最近4試合は登板機会がありませんでした。5試合ぶりの登板の酒井、ゼロで抑えます。9回は連投のブセニッツ、制球を乱すような場面がありましたが、最後はダブルプレー、これで試合終了。5対0完封勝利、イーグルスがファイターズを下しています。